とりちゃんです。ゆうちゃんです。僕たちの遊び場ということで来ました。何？広島。やっぱそうだな、広島の匂いするもん。え、知ってます、うん、広島の匂い懐かしい。え、いつぶりですか広島ちなみに。2ヶ月ぶり。あ、すごい、全然最近、うん、最近や、ま、僕も年末来てるんでちょこちょこ来てるんです、うん、今回はですね、うん、僕の地元広島県のお仕事をいただきました。ありがとうございます。でもその中でも、うん、広島市のちょっと東の地域の観光復興の PR で今回来させていただいたんですけど、うんはい、珍しく、はい、ちょっとあの件数家高橋がちょっといないのであの謎に鳥越さんじゃなくて僕が MC やるっていう、うん、やっぱり広島出身やからさ、まあ、まあそういう気持ちもありつつ、回していただいて今回はちょっと東寄りの方の、こっちあんまり来ないかもしれへんな。そうですね、僕も市内の方のロケとかではあるんですけど、うん、こっちの方1年ぶりぐらい、みんなに言われたんですけど、あの、うん、このツーショット珍しいよねって。みんなに言われた。はい、誰に言われた。あんまない。健介くんにも言われて、まあまあまあ、久美くんにも。確かに表参道に大体いるけどなこのツーショットは。お買い物チームです、基本的に。そうやね、ファッション担当なんですけど、うん、今日はちょっと一日僕は頭フル回転なんですけど頑張ります。今日すごいスケジュールやからね。そうですよ、詰め詰めですから、うん、ちょっとどんどん行きますね。で、今回の旅の日和をベースにいろいろ体験できるそうなんですけど、じゃあ回れちゃうってこと、同じルート。そう、キャー、その旅のしおりをね、後で X で寄らないともきついからもうツッコミ役とかしたくないからちょっと黙ってて、うんうん、でこの旅のしおりで今回旅のミッションやポイントを達成することで、ここでしか見られない名所だったりグルメ、自然や歴史からスイーツ、お酒まで堪能できるということで。健介どこ行った？黙れ。保護者会の人も追体験して楽しめるプランになっているそうなので、はい、後からしおりは X の方で共有するので楽しみに待っていてください、はい。でね、ま、ミッションをこなしたら証拠写真を撮って、うん、SNS に上げるそうなので、後ほどね、ちゃんとハッシュタグも入れるので、見ていただいて待っていてください。やろう。じゃあまずは最初のミッションです、うん、ミッション1、うん、呉市のシンボル、戦艦大和の模型とインスタ映えする写真を撮れ。いや、せやで、もう後ろにすごいなんねバレてる。一回も振れへんかったやろ。いや、ちょっとここでちょっと言いたいなと思って。確かにな、うん、ドーンって、うん、やっぱさ、僕ら見たくなっちゃうじゃん、保護者会の人たちは、まあ、うん、でもやっぱ、実はいるんだよって、ここで知った人もいるかもしれないから、確かに、うわ模型あったって、うん、もう全然ドン天なんですけどね、今日会いに行くの。いや、え、晴れてるよ、俺の心は写真撮りましょう。だから撮ろう。ここすごいインパクトあるかな。真正面、真正面から行きます。うん、すごい、シンプルにすごない。まあまあ、ドセンターもね、うん、かっこいいですよね。わりかしやっぱここがな、すごいけど、下から広角で撮ったら、あ、いいですね、映えるね。見に来てる人誰もいないな。いるいるいる、やっぱ、ね、海外の方とかも多いですから。ここからは侵入禁止ということで。フリー。さあ、鳥越さん、どこがインスタ映えでしょうか。広角どんぐらい入んねやろ。いやでもね、やっぱ上の部分が入んないからね。やっぱ上みたいわ。上見く、うん、上ってどうやって行くんだろう。じゃじゃじゃ、もうここのさ、あ、その上からってこと。うん、うただの鳥越かどうかな。おい、ただの鳥越ってね。あ、なんかこういう下のとこもいいですね、なんか。いや、ここ誰も着眼してんねやろ。スクリューみたいな。スクリューぐる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 って。あ、ほらほらほら、スクリュープロペラ映し、ちゃんとほらもう一枚のスクリュー。おっ、映えてる。あ、スクリュー、スクリューおるやなかなかな。これいいですか。事務所 OK です。あ、インスタ映え大丈夫でした、はい、大丈夫です。ミッションクリア。ユートロの映えを撮ろう。じゃあ僕上から行きましょう。上から。これ効果感いいよ、適当で。おい、いいよ適当でって言ったな適当よくないやろ。映えたんちゃう。本当ですか。はい、まあ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 、まあ、すごいわ。いいでしょう。ありがとうございます。大和ミュージアムは24年度に改装が始まる予定、はい、お、思い出した。これってよかったですね。いや、せやで。もっとでかくなってもっとすごくなるって、厳島神社の改修は終わりましたあの、行きましたね。門のやつはね、行きましたね、うん、僕も行きましたよ。本殿はまだちょっとやってるんですけども、はい、人生で改修工事が見れること自体がまあすごい。ご縁ですね。広島大好き芸人ですからね、はい、芸人じゃないんですよ。あ、本当、失礼しました。役者なんです。失礼しました。そうなんです。あの、これってね、2人もいるということで、あの、アクスタとも一緒に。あ、そうやな、僕ら出しましたから、アクスタ、うん、ピントどっちに合わせるべき。ピントアクスタに合わせようや。
いいんじゃない。イクミが金髪で飛びまくってます。アクスタとも取れたということで、はい、この呉市はですね、この戦艦大和が作られた場所で、うん、海軍の軍港として栄えた港町、はい、今も海上自衛隊の基地でここでしか見られない景色や、うん、名物も満載なので、うん、これからは、うん、その辺の満喫できたらいいと思います。頑張って言えた、ありがとうございます。よくない、うん、よくない何びっくりしちゃうから朝から本当そう。美味しいもの食べへんよ。行きましょう。あるかもしれません。行きましょう。レッツゴー。続いてのミッションです。はい。鉄のクジラをワンフレームで写真に撮れ。鉄のクジラ？ここで鳥越さんが、鉄のクジラってあれやろ？ってなんでやねん、潜水艦やないかって言って。クソつまんねえじゃねえか。言ってください。あの台本に書いてあるんで。クソ。え、鉄のクジラってあれやろ？ってなんでやねん、潜水艦やないか。鉄のクジラってあれやろ、あ、なんでやねん、潜水艦やないか。こちらはですね、あ、いいですか、説明させていただいて。こちらはですね、実際使用されていた潜水艦の秋仕様でございます。なんと全長が 76.2 メートルもあって、2004年に退役して、あと陸揚げされたんですけど、街中、え、実際に使われてた、使われておりました。で、この街中に潜水艦があるのっていうのがさすがクレ、まあ、僕は結構ちっちゃい頃からよく家族で来てたんで、あれ当たり前だと思ってたんですけど、うん、当たり前ちゃう、様子おかしいから。まあまあ 76.2 メートルありましたんで、夢タウンの真ん前にドワーンってすごいですよね。すごいな。しかも中に入れるんです。え、すごっ。僕も入ったことないんですけど、ちょっと今回入れるということで入りましょう。え、入れるの。レッツゴー。長蛇になりました。レッツゴー。今から、まあ恒例企画、あ、なっちゃった。隠れ遊び場を探せ、まあ、ゆうたろうやったらわかるかな、うん、僕たちの遊び場がいそうなところにこいつを置いてくるから、それを見つけよ。 OK、うん、じゃあ隠してきて、30秒で、うん、いや、わかる、めっちゃ狭いな。1、2、3、4。もう一回、あれ。本人隠れちゃった。まあ、待っときましょう、ちょっと。お、あ、もしかしてガンダッシュしました。オッケー。ああ、汗かいてる、じんわり。なんかすごいです。なんかすごい、なんかすごい、なんかすごい。じゃあ早速行きましょう。おいで、まあ、巡りながら、うん、まあ、探しながら、うん、お、トイレだ。なんか新幹線のトイレみたいですね。シャワーある。あ、一応あるんだ。主管シャワー室。あー、でも本当簡易的な。ボーズある。スピーカーある。うん。アナウンスとかのあれじゃなくて。多分この館内のボーズだよね。すごいわ。してあるんじゃないの？いや、すぐそう言って先々に行きたい感じわかるけど。うん。え、これ見つけたら何かあるんですか、ちなみに？あります。何が？今日の夕食豪華です。それあなたじゃないじゃん、スタッフじゃん。うん、すごいな。すごい。でもやっぱ、うわ、お前このテレビ知ってる？カセット、あー、なんだっけ、ブラウン管みたいなやつ。もう中にビデオ入れねえ。 VHS じゃない？うん、懐かしい。ここが食堂的な感じだ。このご飯食べてる、あ、会議もするんだ。娯楽の横にベッドあるで。だいぶうるさいやろな。絶対寝れないじゃん。うん、こういうとこにあるんちゃいますの？探してもろて、まあ、ケンスケやったらここかなっていう。ケンスケやったらここ？うん、どういうこと？すごいわ、ないよ。こっからめっちゃ狭いの。そんな奥まで行ったの？え、狭っ。え、ちょっと待って、これ外見えるぞ。あ、あれがあるんだね。すごっ。望遠鏡的なね。これ本物？偽物とかある？いや、ちょ、本物やって、倍率6倍。やばー。こっちにもあるわ。船見えるわ、外の。クレワンの。すごいね。絶妙な画角の船見える。何が？今あなたの目は何が見えるの？なんか、船が引っ張られてる、鎖に。すごい、牽引されてんの？うん。いないじゃん。すご。ケンスケくん。やっぱ操縦席とかあるからね。あれ、うん、なんか、あ、なんか、うん、優しい、うん、優しい人がいる。操縦席とかあるからね。かわいい。いました。やっぱ遊び場らしい。第一スタンド、はい、なんて読むならこれ、わかんないけど、
操縦するとこですね。舵切るんやろ。舵、うん、すごい。すごいで。おめでとうございます。坊主やっぱありますね。あ、やっぱ坊主。なのでここはでも、うん、船内ってよりかは、まあ、アナウンスとかそういうのですね。素晴らしいですね。いや、ちょっとこの、覗けんのめっちゃテンション上がるわ。すごいね、これ。これでクジラツアーしたらめちゃくちゃわかるで。なあ。ホエールツアー。うん、まあ、鉄のクジラってね、言ってるぐらいですもんね。あ、そうなんですよ。これ、鉄のクジラなんです。仲が悪くなりそうです今日明日で今日明日で2人の仲がもう助け合い精神がなくなっていますでも僕ら不仲説あるらしいよ。あ、じゃあやっぱそれを証明しよう今日で、うん、あ、分かった。証明しよう。観戦を間近に見れます、うん、ここから見るだけでも大きい俺の観戦。現役の先生から見に行きましょう。おじいちゃん、やっぱり仲が悪くなりそうです行きましょう。はい、行きましょう。レッツゴーレッツゴーレッツゴー。さて船着き場にやってきました、はい、同時に雨も降ってまいりました。限界でした。鳥越さんの晴れ男はここまででしたか。はい、まあでもここから乗るんで、船に乗って移動するんで、まあその前にちょっと今回僕が帽子をね、うん、ちょっと鳥越さんにプレゼントしたいなと思って。嘘つき。選ばせていただきました。大人が持ってきた帽子やないか。いや、僕がマジで選びました。嘘つき。デザインは僕が選ばさせていただいたんで。嘘つき。いや本当です。これに関しては本当に後で LINE 見せます。はい、こちら、うん、じゃん。おい、かっこいい。そう、メッシュのキャップ。かっこいいやん。オーソロです、うん、恥ずかしながら。かっこいいやんでしょ。あのガチで僕が結構マジ20種類ぐらいあって。いや、めっちゃ多かった。人気のやつ結構売り切れてて、これをかぶって船に乗って、うん、出発ということで。でも結構ね、人気だったんだよ。あー、すごい。急に自衛官さっき募集してたんです。なんかポイントあるんですか。ショートカット最短距離で。だからすぐやらなかった。いや、すぐ。せーの。行ってまいります、はい。白い方に乗らせていただきますので。大丈夫かな、この船頭。すいません。よいしょ。暮らしてるのかな。これも全部作るの。スクレー、企業秘密らしいからな。ね、なんかスクレーの形とかってダメらしいですね。おはようございます。おはようございます。本日は船は完全巡りからお手にいただきまして誠にありがとうございます。またここには弊社のサンプルが見送りしております。ではお待ちなど、行ってきます。子供たちの声も聞こえるね。はい、それでは皆様、本線の左側をご覧ください。これか。戦艦ヨットは昭和12年11月の4日に起工建造開始、昭和15年の8月8日に進出を迎えております。戦艦ヨットを作った当時からございますのが、このドックの奥側、三角形の大屋根となっております。この大屋根ですが、高さ 50m、 幅 60m、 奥行きが 101m ございます。下の建物とは全くつながっておりません。上に覆いかぶさった構造となっております。この子は工場のよくあるシャシャンっていう音でうわーっていうよくあります、工場地帯は。また後ほどご紹介させていただきます。この大山を作った道具でございますが、この道具を組み立てる前は全長が314m、 幅が40m、 小屋で見えてたあのクジラから。あー、だってさ、あそこからこれ見えてたの、うん、やばー、綺麗に見えてた、ちゃんと見えてたね。あ、すごい。でっかー、グレーかっこいいな。潜水艦の方に近づいていきます。どこ、どれだろうね。あれ、あれが潜水艦なの。やば、やば、潜水艦いっぱいあるわ。ねえ、潜水艦がいっぱい。あっちもあっちもあっちもあるね。すげえ。あ、手振ってくれてる。パーサー。ほんまに？うん、ほら左の人手振ってくれてる。ほんま。ねえ、ほら
手振ってへんで。大好き。おい、嘘つけ。誰も振ってへんぞ、お前。キュン、キュンして。すっごい。みんな仕事できる。ゆうたろう全然手振ってもらってへん。あ、手振ってくれてる、優しい。見て、めっちゃ手振ってくれてる、みんな。お前には何が見えてんの？優しい、みんな。捏造すんなって。うん、あ、草。あ、絶対落としたらあかんね。はい、入って。オッケー。すごい。すごい。お前怖いって。絶対忘れるやん。かわいい。はい、これから手前の水上の僕の覚悟と一緒に合わせて潜水艦を押して乾杯と上へ下げてみます。小田の反対側では小さい船が一隻停泊しております。この船ですが大分県の大気地震と多様都支援艦の限界人場船となっております。またこの限界ですが他の艦艇の通勤の支援などを行っております。限界の奥では一隻小さい船が安定停泊しておりますが、この船が先ほど搭載機が来た東海艦艇となっております。左側の船は海上自衛隊最新鋭の東海艦になります。右側の船は東海艇の東島周辺となっております。うわ、好きやな。お前その何が爆発してんだろうね。爆発じゃないよ多分。なんかもうクジラの潮吹きみたいなさ、鉄骨を、あの中にクジラいるのかな。いないよ。鉄のクジラが潮吹いてんのか。ゆうたろがバカになりました。すげえ。ゆうたろがバカになっちゃった。なんか今点と点が線になりました。鉄のクジラが、うん、点、うん、工場の爆発音が点、うん、繋いだら鉄のクジラの潮吹きの音。これってバカです。バカになり申した。すごい。こんなね、長尺でしっかり説明していただけるとは、うん、しかも潜水艦すごかったな。あんな動いてるのが見れるのって珍しいらしくて、すごいな。ここだけなんですって、見れるのがあんな間近で。皆さん近かったな、ね、めっちゃ近くだし動いてるし、自衛官の人たちめっちゃ手振ってくれてたし、あのファンさんも来てくれました。お仕事中なので自衛官の人はありがとうございました。仕事中なんで手は振りません。いやでもめっちゃそれはお前が見てた、もう疲れすぎておかしくなりました。なんかいっぱいそんなしません、自衛官の人は。僕にもしてました。早い。素晴らしい体験でした。ありがとうございました。次行きましょう。お腹減った。大事ですよ、この。ゆうたろが見る、その先には。ブワーン。ブワーン。